です。言うて言うと折り紙殺人鬼の事件を追ってそれぞれの視点から真相に近づく主人公たち。ジャーナリストのマディソンは犯人の可能性が高いジョン・シェパードという人物の母親に会い大事な情報を得た様子。犯人は一体誰なのか。それではスタートします。待って、イーサンくん、ここどこ？ねえ、状況説明してくれない？何この部屋、頭おかしい部屋来てるな。ちょっと、なんでこの部屋そもそも赤いん？こんなに LED とか焚いてないでしょ。なんで、何この赤いシステム、何？お邪魔します。何ここ、撮影部屋じゃん。何するとこ、本当に。奇妙。何？最後の折り紙。あ、ここが最後の試練。ここが最後の試練か。オッケーオッケー、ついに最後の試練になってまいりました。どうしたらいい？これ何？再生します。はい。最後の質問。息子を救うために命を捧げることができました。やっぱり俺自分で死ぬ。資料の毒が入っています。60分後にあなたは命を失います。薬を飲めば住所の最後の文字が手に入り。じゃあ60分以内に救えってこと、毒飲んで。別れの挨拶をするには十分な時間が与えられるでしょう。毒を飲むか飲まずに。飲んだふりしたらいいのでは。それ一番じゃね。俺何も考えずに手に毒取ったけど、これ待って、飲むなよ、まず、いや飲むなよ、見るなよ。一旦置こう。なんかいつもさ、手がかりあるじゃん、いつも。なんか考えよう。命を捨てて息子を救う。バカバカしい。他の方法を考えよう。そうだ、救えるはずだ。椅子に座って考える。とりあえず落ち着いて考えよう。この椅子、落ち着かせる効果がある。ショーンを救って自分は死ぬ。クソ。ショーンは父親を失うけど少なくとも命は助かる。それが正しい方法なのかもしれない。もっと他に考えることあるでしょ。ないのか。もう考えらんない。頭いっぱいになっちゃった。止まります。晒してくれないよ。俺は死ねというか、俺に死ねというのか、どこかに何かあるはずだろう。カメラ壊そう。カメラ壊す。ね、本当に他に方法はないの？どうしよう。これ大事な選択肢だよな、多分な。でも、マディソンが犯人を追ってくれてるはずなんだよね。いや、みんな犯人追ってくれてるから、俺、でも、あと60分。いや、俺が飲む必要ない。俺はイーサン。父親のイーサンだ。俺は猿。バイビー。あと60分で誰かがどうにかしてくれるはずだ。俺は飲まないぞ。どうしよう。飲んだ方がいいのか、俺は。どうしたらいいの。誰か教えて。俺死ぬ必要ある？どうしよう。めちゃくちゃ考えてる。死ぬべきなの？俺は死ぬべきか。命を張ったら大事な情報くれるよな、普通な。ねえ、死ぬべきなの？俺どうするの？どうしよう。俺今日どうしようしか言ってないじゃん。どうしよう。ちょって1ペロしてみよう。1ペロ全部飲んじゃうの？じゃあ待ってね。俺嫌だよ、死ぬの。だってさ、ここでもしイーサンが自分が犯人だって自分で言ってたし、ここでもし死んだら自分が犯人だっていうことも分かんないまま死んじゃうってことでしょ。それは嫌だね。やっぱ帰るわ、俺。飲まずに帰ります。俺は生きる。他の人が助けてくれるの待つぞ。立ち去ります。見つけるからな、ショーン。なんとかして助けに行くからな、絶対助けます。バイバイ。飲まずに帰ります。これでよかったのかな。本当にこれでよかったのか。俺は他の人頼む。誰か見つけてくれよ。本当に頼むぞ。俺はマジで身動きが取れねえんだ。警察にも追われてるし。
穴埋めでなんとか近場まで行けないのか。じいさん、無駄だった。時間もない。この鬱陶しい手紙のクソ忌々しい住所。そう、怒ってる。何か方法があるはずだ。ぶち切れてるわ。どうしよう、何かあるはず、本当に何かあるはず。捜索が続けられています。本局は以前折り紙殺人鬼の疑いでインスタンマーズの行方を追っています。よし、これは手紙に当てはまる住所は複数ある。クソ、町のあちこちに散らばってる。全て確認する時間はないぞ。誰か誰か誰か、マジソン、マジソン、ね、マジソン、なんか情報ないの？マジソンに電話とかしない？これ何してるの？なんか聞いてるの？わかんない。イーさん何してるのそれ？一箇所に行く時間しかないな。一箇所。ショーンがそこにいなければおしまいだ。博打だな。あ、待て。行きます。待って、目的地選ばしてくんないの？賭けじゃない？イーサンの勘で大丈夫だと思ってる？ねえ、頼むの、ワーマンくん、頼む、息子見つけてよ、俺の息子。何してるの、ワーマンくん、そんなことしてないで。あと数時間のうちにショーンを見つけないといけないんだぞ。ほんとそれ。どこかにヒントがあるはずだ。これ外から見るとだいぶヤバいやつだな。人の命がかかってるってのにこんなことやってる場合か。ウケる。ノーマン君どうする？荷造りは済んだ。みんなで手がかり共有しよう。何のことだ？捜査は終わった。はぁ、腰も割れてる。お前はもう用なしなんだよ。なんでそういうこと言うの？俺ら相方ちゃうかったん。ワシントンに帰りな。お前がいなくなって、なんでそういう言い方しかできないわけ？君は。捜査は終わっていない。マーズには何も証拠がない。そうだよ。そんな捜査ではダメよ。事件は解決した。捜査から降ろされたお前にはもう関係ない。荷物をまとめてさっさと消えろ。やだよ。何ブレイク、お前は脳みそが腐れ切った最低のイカレ野郎だ。言ってやれ、持ってったれ。そりゃお世辞か。 お前がどう思うと関係ない。俺は星を突き止めた。なんだこいつ。事件は解決、みんなハッピーってわけだ。最低で結構。こいつと仲良くできる攻略ルートはないのか。くブレイク攻略失敗だ。大丈夫か？しっかりしろ。こんな時に待って待って待って、しっかりしろ。お前吸うな吸うなって。おお、ダメじゃない。ノーマン君死んじゃうのでは？大丈夫？本当にやめてよ。犯人の名前がこのデータの中にあるはずだ。手遅れになる前に見つけないと。よし、俺、まあ、見つけ出すぞ。オッケー。手がかり。揉み合ってる間 ARI は録画中だった。何か映ってるかもしれない。あ、最高じゃん。これ手がかりしかないじゃん。何もわかんないな。顔見えないのか。顔もう一回もう一回。おい、壊れた壊れた壊れた。もう一回再生できない。おい、刀はすでにパコの部屋にあった。犯人とは関係ないな。どこ見てるね。他に見るとこあるでしょ。そんだけ、そんだけしか見つけられないの、この情報の中で。嘘でしょ。分析しよう。時計だ。金の腕時計、どこかで見た気がする。そういうの、そういうの。え、け、け、け、え、け、け、え、え、嘘。え、待って、犯人、犯人警察の中いるの。え、え、待ってよ、警部補に怒られるやつ。警部補の昇進でもらう腕時計、犯人の警官か。おい、何、大事な情報じゃん、それ。何、何、決まった情報。待って、待って、え、やば、
結構大事な手がかりだぞ今の。同じガソリンスタンドのレシートが2枚。ああ、犯人の家の近く、これね、怪しいって言ってたやつね。分析してみよう。犯人はこのエリアに住む。お、結構それは大事だよ。342人が居住か。十分じゃない。もっと的確に犯人を洗い出す方法を考えないと。こん中で警部補に洗えばいいじゃん。犯人は警察か。おおと、カーターブレイク。それなら捜査の行き詰まりも、イーサン・マーズに罪を着せようとした理由も説明がつく。まだまだちょっと続けてみよう。でもマジソンがなんか名前聞いた時びっくりしてたからさ、マジソンの知り合いかも。マジソンとブレイクってなんか交流あったっけ。でも今んとこ警部補ってさ、ブレイクしか出てきてないよな。他に警部補いないよな。どうや、警察ジオプロファイルで当てはまる警官は一人のみ。え、見つけたぞ。おい、見つかったぞ。港に倉庫を所有してる。間違えればショーンの命はない。うわ、おい、やったぞローマン君、さすがじゃん。俺コントローラー震えてる。大丈夫か、大丈夫か。こいつなのか。こいつなのか。おっと、がぜん怪しく見えてない。怪しすぎるぞ。本当にその車なのか。ハトバ、スワットを呼んで。ああ、それからバイクも欲しい。今日、今日に決まってるだろバカ野郎。え、ブレイクじゃなかったのかな。あん、いや余裕で告発しなくてよかったな。危うく告発するところだったぜ。おっと、その当時の炎上じゃない。助けを呼んでくるから待ってて。分かった、急いで。おっと、この続きがあるのか。分かった、すぐ戻るね。これでどうなったの。助けに呼んでくれたのか。誰か、お医者さんはいませんか。この中に誰か、お医者さんはっていうか親しかいなくない。お父さんいる。お父さんいるけど絶対助けてくんないぞこいつは。ねえ、パパ、パパ、ジョンが水に落ちたんだ。溺れちゃうよ。頼むよ、俺に来てよパパ、お願い。ジョンが死んじゃう、ジョンが死んじゃうよ。食いぶちが減って助かるじゃねえか。おい、なんで最悪な。お願い、パパ、早く来てよ。こいつ本当にジョンが死んじゃう、ジョンが死んじゃうよ。頼むから助けてくれよ。じゃあ電話貸してくれよ。誰か呼んでよ、せめて。お願い、ジョンを助けてあげて。お願いだってな、人の心を捨てたん。お願いしたんだ、一生懸命お願いしたんだ、でも来てくれない。どうしよう、お願いだから死なないで、ジョンお願い。どうしよう、どうしよう、どうしよう。これ一番きついよな、この状況な。やばいやばい、やだやだやだ。僕のこと忘れないで。やだやだよ。スコット、スコット、え、スコットって言った今。え、スコットが犯人なの。え、待って、探偵じゃん。え、スコットって探偵だよね。で、元警官だったよね。え、スコッ、え、か、え、か、え、片割れ、え、と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 、地味犯人、え、嘘、え、どういうこと、ね、どういうこと、おっさん、説明して、どういうこと、それも、それも、それもどういうこと、あ、すで燃やすの、燃やしちゃいけないよ、何これ。ダメだよ、大事な証拠。待って、
大事な証拠、俺大事な証拠燃やしてる。はん、ちょっと待って、これ以上ボタンを押させるわけにはいかない。ちょっと待って、手がかり、重要な手がかりじゃん。ダメだよ、全部燃やさなきゃいけないのこれ。なんか隠れコマンドとかないわけ？君犯人なのか？早く来てくれ誰か。こいつ犯人だぞ。これみんな、子供を亡くした親からもらった証拠だな。全部燃やしてるぜ。こいつ確定だわ、確定だわ。こんなもんは、こいつが犯人です。ありがとうございました。通りでスクランブルエッグ上手に作れるわけだ。マジで、全部燃やしちゃった。他に選択肢なかった。そのために近づいてたの。俺じゃあ証拠受け取らない方が良かったじゃん、この人らから。あれ、何これ、写真は捨てとくか。写真は大丈夫として、これは何、これは何、ブレイクじゃなくてブレイク告発されたことだった。何こいつ、なあんなためにそういうことしてる。最低だな君。へえ、証拠隠すために被害者に親に近づいて自分でこそこそ調べ回って、そうなん、マジさん。そしてうわ、来てる探偵、危ないよ、近づかない方がいいよ。俺犯人分かっちゃったから。コンコン、さあ大丈夫か、気をつけてよ。マジでピッキングしてる、すげえ。そんなことできんの、このコマンド何、初めて見たよ。こういうことか、こじ開けちゃえ。あ、失敗。俺この傾ける作業が苦手なんだな、ね、一生分けらんないわねえ、分かんないよ。俺のコントローラー水平かか、体が覚えててくれた。よしよし、体が覚えててくれた。何、そういう仕事してたの。どうもです、折り紙殺人鬼の家、ショーンの居場所が分かるものがあるはず。早くしよう。ほら、焦げた匂いはここから捨てたのね。そうだよ、証拠を焼き払ったの。これも全部持ってくか、早くしないと。喘息だよ、喘息の薬奪ってこうぜ。警官の制服、そうやって安心させたのね。だから子供がついてったのよ、警官の格好をしてたから。トントン、なんか変な音するよ。こんなとこに隠してったのか。何を、え、
これ、こんな部屋があったね、こんな部屋があった絶対ここ怪しいじゃん。ショーン、あいつショーンが溺れるのをずっと見てたのね。あ、パスワードがいるんだわ。パスワードだって、あとラン。そうよ、最高、マックス、最高です。小さい頃に折り紙の犬につけた名前だわ。これ何かしら、住所、ショーンがいる場所に違いないわ。おい、急いで、完璧、グズグズしてる場合じゃないわ。うっ、やばい、俺の秘密を知っちまった。やばいぞ、やばいぞ。おしまいよ、スコット。息子を助ける父親を探すためだけに子供たちを殺したの。おい、黙れ。お前に何がわかる。こいつ、こいつ、誰か助けて。子供はあと一人。そうだよ、まだ間に合うかもしれないわ。俺に行かせて。ショーンを解放して父親ができなかったことをするの。そうだよ、ジミーの両親があるだろう。おい、撃つな。そこへ入る。俺しか手がかり知らないのに閉じ込められちゃった。ここはダメだ、ここもダメ、ここもダメ。これは、あ、ここ軽い、軽い音する。おいしょ。うわっ、でかした。通れるか、取れるか、やるじゃん。どこに繋がってる。行ってきます。アイビー、風呂場に繋がってた。おい、やば、死ぬ燃やされてる。脱出しないと。 L1 のからの R2 からの助走だ。頑張るよ、死ぬなよ絶対。よいしょ、よいしょ、これで足場を作って、頼む。よいしょ、あ、やられる。高すぎる、ジャンプすれば死ぬわ。それはダメだ、もう一度考えるのよ。ジャンプしない、ジャンプしない、ジャンプしない。出よう、出よう。うおって、こっちも、いや、どうしよう、どうしよう。もうちょっと出られる。何あれ、どうしてもこの情報を得たまま死ん、あれなんだ、出なきゃいけないんだ。影かかってる、こっち。なんかないの、ちょっと避難、避難しよう。軽くパニック起きてる。ちょっと待って、俺どうしたらいい。何したい、何したい。え、そこに、隠れるの。うわっと、爆発しちゃった、爆発しちゃう。大丈夫、無事、無事、マジさん無事。ねえ、無事だ、やる。大丈夫、ビュー、ちょっといろいろ、いろいろ助けて、俺のこと助けてよ。周りの人、周りの人間、白状者ばかり。でも俺は大事な情報握ってるから警察に行かなきゃ。ぐーっと E さんに電話、一人で E さんに電話しよう。今日の居場所は分かった、 E さんに教えないと。 E さん、電話つながんない。他にノーマン君に電話すればよかった。くそ、間違えた、ミスった。イーサン電話出ない。どうしよう、面白くなってまいりました。ということで、今回はこの辺にしておきましょう。誰だこの子供、バイビー。